ミズノ、登記上の称号、ミズノ株式会社は、大阪府大阪市住之江区南港北に本社を置く、日本の総合スポーツ用品メーカーである。同社の経営理念は、より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する。コーポレートメッセージは、The World of Sports、明日は、きっと、できる。Reach Beyond。創業は1906年、明治39年4月1日で、長年にわたって、スポーツ振興に力を注ぎ、小さなスポーツ大会からオリンピックをはじめとする、様々な国際大会に至るまで幅広く協力。世界屈指の総合スポーツ用品メーカーとして、国内外から高い評価を受けている。同じ大阪府に本社を置くデサント、Z、SSK、ザナックス、ヒットユニオン、兵庫県神戸市に本社を置くアシックスと並ぶ関西のスポーツ用品メーカーの一つ。1976年4月のキングズゴルフ開始から2002年3月の福山エンジニアリング放送中での定人への交代までの26年間、毎週土曜日23時台前半の関西テレビ、制作、フジテレビ系列で放送されてた番組のスポンサーを担当していたことでも知られる。ミズノとは、自身の名字、ミズノでは、ふさわしくないと考えた創業者、水野利八が、故郷の旧名、美濃の間に、実家が、木材問屋を当て、会社に人材が集まり、店が発展した時、子孫以外の人材に、立派な才能を持った人が現れるように願いを込めた、ものである。こうした経緯から、漢字で、水野と書いてもカタカナ表記では、水野とならずに、美濃であり、ローマ字表記でも水野やミドズーノではなく、水野となっている。1987年、昭和62年、社名表記が漢字の水野からカタカナの水野に統一化されている。幅広い種目のスポーツ用品、ウェアを手掛けており、中でも野球に関しては、イチロー、松井秀喜の2大看板を筆頭に、プロアドバイザリースタッフが多数存在し、グラブ、スパイクシューズ、バット、バッティンググラブなどの多くの野球用品において圧倒的なシェアを保っている。2011年、平成23年シーズンからは、プロ野球全球団の統一使用玉を供給することとなった。また、軟式野球、ソフトボールでは2002年、平成14年にバット、ビヨンドマックスを発売。ボールがミートする部分に柔らかい材質がついていて、当たった時にボールが潰れないようにして、飛距離を得ることができると評判になり、大ヒット商品になった。サッカーでは、アディダスやプーマの後塵を排する形であるが、同社のスパイクシューズ、モレリア2シリーズは、J リーグの選手でも愛用者が多い。参入初期には、水島武蔵やカレッカラに愛用された。1993年、平成5年の J リーグ発足時には、リーグ全チームのリーグ専用ユニフォームが、水野製であった。またリバウドが若い頃から愛用していたこともあり、全盛期には彼の足を科学測定したシューズを作りそれを一般販売するなど広告塔としていた。2015年、平成27年時点では、徳島ヴォルティス、ヴァンフォーレ甲府、愛媛 FC の3チームが水野製ユニフォームを採用している。1965年、昭和40年に水着では、国際的な知名度を有する英国のメーカー、スピード社とライセンス契約を結び、日本における同社ブランド製品の製造、販売のみならず、スピードブランドグループ全体における最先端技術の開発の役割も担ってきた。しかし、2006年、平成18年4月1日に創業100周年を迎えたのを機に、全商品のブランドを水野に統一する方針を決定。これに基づき、まだ期間が残っていたライセンス契約を2007年、平成19年5月31日付で打ち切り、以後は自社ブランドの水着を製造、販売することとなった。なお、ライセンス契約については、三井物産に事実上場と、三井物産が改めてスピード社と契約し、契約切れ後直ちに商品展開。三井物産は、商品製造をゴールドインに委託して、日本国内での展開を行っている。2011年1月17日には、関西大学との間で、向こう1年間にわたり、教育、研究、文化の振興、人材育成、スポーツ振興、社会貢献などに関わる連携協定が締結された。この協定に基づき、同学の野球部、アメリカンフットボール部、サッカー部、アイススケート部、アイスホッケー部、陸上競技部の6つの体育会各部に対し、同学体育会の統一名称でもある、カイザー、ドイツ語で、校庭のよきちょうとしたデザインのユニフォームが供給されることになった。第二次世界大戦前、中にはグライダーを自社にて開発、製造しており、1941年には同社の301型、ソアラーが当時の滞空日本記録となる滞空時間10時間33分30秒、高度3600メートルを記録、島本の項も参照のこと。また軍用グライダーの開発も手掛けており、代表的な機体に一式標的機などがある。水野は自らもクラブチームを有する。その最大の目的は商品開発に欠かせない各種データを収集することである。陸上競技だけだったが、2007年、平成19年、水泳用品も自社展開することになり水泳部も発足させた。水野社の正式な陸上部である。水野がサポートを行っている陸上競技選手の集まりであり、前述の MTC と異なり所属者は水野社員ではない。松下祐樹や中村泰治など、このチームに参加していた選手が MTC に所属するようになることもある。2007年、平成19年6月の水泳用品自社展開開始に合わせて発足した。水野の正式な水泳部。他にも多くの外部契約選手を擁する。もともとは、キングズゴルフから20年以上にわたり、在阪局の関西テレビと非常に強固な関係を持ち、1976年4月から、関西テレビ制作で、フジテレビ系列の土曜23時台前半で一社、提供枠を持っていた。特に、クイズでデートや、新、パンチでデート、ネルトンくれないクジラ団、トンネルズのハンマープライスといった視聴者、参加型番組がこの枠からヒット。特に、ネルトンくれないクジラ団と、トンネルズのハンマープライス、5番組、ジャパンボーイズの司会をしていたトンネルズは、この枠で11年半にわたって出演するとともに、水野の CM にも出演していたことがある。トンネルズが司会を降板した1999年春以降も、同枠は、スポーツバラエティ番組を制作、放送していたが、福山エンジニアリング放映中の2002年、平成14年3月末を最後に、一社提供を、帝人に譲って、スポンサーから降板した。2015年現在では、レギュラーとしてのスポンサーは、ダイヤの A、テレビ、東京系列のみであるが、スポーツ中継などで契約アスリートの出演する CM を流すことがある。2012年より、吸湿発熱惣菜、ブレッサーモのイメージキャラクターに、米村伝次郎が起用された。2012年より、ランニングブランド、水野ランニングのイメージキャラクターに、柴崎幸が起用された。KTV 大阪本社制作 KTV 東京支社制作。その他、過去も含む、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。